国立大学病院特定技能病院京都大学医学部付属病院は京都市左京区省五院川原町54にある京都大学医学部の付属病院である病床数は1121床を有し職員数は医師782人看護師1052人薬剤師67人理学作業療法師33人が従事している 生体肺移植や脳死による臓器移植を行っている病院でもある。東大寺通りを挟んで西側に付属病院、医学系研究施設、医学部、薬学部などがあり、東側に京都大学の本部がある。厚生労働省より国際水準の臨床研究等の中心的役割を担う国内の中核病院として臨床研究中核病院に指定されている。 患者中心の開かれた病院として、安全で質の高い医療を提供する新しい医療の開発と実践を通して、社会に貢献する専門家としての責任と使命を自覚し、人間性豊かな医療人を育成する臓器移植の分野においては、肺、膵臓、症腸腎臓移植、生体管移植、脳死臓器移植の保健施設として認定されている。 2014年5月15日、世界で初めて肺を左右反転させる生体移植を行い成功させた。手術にあたっては提供者、患者双方の体内データをもとに 3D プリンターで模型を作り検討、試験を行った。1回、放射線治療科、外来科学療法部2回、放射線治療科3回、血液内科、小児科4回、呼吸器、外科5回、 呼吸器、内科6回、消化管外科、乳腺外科7回、消化器、内科8回、泌尿器科1回、結核病棟、糖尿病、栄養内科2回、酸化、周産母子診療部、NICU3 回、小児外科、小児科4回、神経内科、形成外科、皮膚科5回、循環器内科、皮膚科6回、内分泌、代謝内科、老年内科、腎臓内科1回、 精神科神経科1回、免疫、抗原病内科、リウマチセンター、92回、整形外科、リウマチセンター3回、脳神経外科、麻酔科、スク4回、肝炭水、移植外科、心臓血管外科、白5回、肝炭水、移植外科、歯科高校外科6回、婦人科神経内科7回、耳鼻咽喉科、歯科高校外科8回、眼科2006年2月、 任天堂相談役総の山内博氏が、大学病院の使命にふさわしい病棟を建設して、欲しいと約70億円の個人資産を寄付。これにより、地上8階、地下1階で延べ床面積、約2万平方メートル、病床約300の新病棟を建設することとなった。工事の着手は、法的問題の解決が難航したため1年半、遅れ2008年7月に着工。 2010年5月に完成した第1ステージ、第2ステージに分けた長期整備計画を予定している。ありがとうございます。